指揮官の皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕、トラえもんです。本日は神イベ到来、戦力爆上げのために知っておくべきたった一つのことについて解説していきたいと思います。本日の内容はチェンソーマンコラボから2期の始めた方も多いかと思いますので、そういった方も含めて、参考になるような内容とさせていただいております。ということで早速参りたいと思いますが、その前にですね、いやこれはちょっと余談になりますが、本日 Facebook で連携しているアカウントがもう朝からずっとログインができないような状態が続いておりました。見てください、トラえもんのこのロビー画面、もう赤丸尽くしじゃないですか。これね、トラえもん Facebook で連携しちゃってたんですよ。これはもうね、まあしょうがないといえばしょうがないんですけども、もう夜の今はですね、10時ですかね、はい、になってようやくログインができるようになりましたということで、わあこれから日課しなきゃっていうのがちょっと毎日のリズムとは違い億劫ではありますね。はい、でですね、しかもこれまたね、はい、見てください、この通り公式からアナウンスがされてますが、今回はですね、まあもちろんその2家の運営側のミスというわけではありませんので、 Facebook 側に問題がありましたということで、まあ期待はしてたんですけどね、お詫びも特にないということになるようです。はい、ちょっと悲しいですね。まあこれはしょうがないです、世の中時に起こります。不条理なことは起こりるものです。そういう時は憤りせず、じっとさらっと淡々と過ごしていくというのが最適ではないでしょうかということで、はい、余談になりましたが、早速イベント見ていきましょう。まずですね、はい、まず神ポイント一つ、このデイリーログインですね。まあまずジュエルですよね。で2日目がこれ12時間分のバトルコア、クレジットセットで、コンソールがあり、7時間チケットがありの、こちらは24時間分のバトルデータコアクレジット、そして最後これですよ、募集チケット10枚。いやーこれ嬉しい。もうね、募集チケットほんと手に入んないんですよ。もうびっくりするぐらい、もう2家ガチャ回すのになんでこんなにチケットもらえないのというぐらいなところがね、もうちょっとなんとかしてほしいなっていつも思ってるんですけども、ということで、はい、これがまあイベントバウアウパラダイス、まあワンワンパラダイスということになりますね。まずまあ注意点、皆さんご存知かと思いますが、はい、このボーナス報酬がありますので、このボーナス報酬の2家の下のパーセントが合計で 100% になるように必ず編成を組みましょうと。でこれ始めたての方もですね、 SR を入れてもで 100% にしても、あのハードモードまで最後全部ちゃんとクリアできるような、まあそれぐらいの難易度になっておりますので、とにかくここを 100% にすることを何よりも優先してください。であとはですね、これあの後につながってきますが、はい、ミッションがあります。でこのミッションはまあトレットにも書くにも、ただクリアすれば全部、はい、達成することができます。で全部達成すると、このロビーデザイン用のこの、壁紙ですかね、手に入ります。見てくださいよ、チワワ、やっぱりね、このチワワ凶暴なんですよ。だってもう指噛む3秒前、いやもう寸前っていうところですからね、もうこのチワワタンやっぱり凶暴だということが分かりました。はい、ということでね、ミッションは普通にやってれば全部クリアできますという中で、これがショップということになります。ショップ、はい、これもうね、はい、まず高級募集チケット10枚手に入りますと、もうね、2家のイベントはとにかく神イベなんですよ。なので2家は、はい、募集チケットもここでまた10枚手に入るということで、2家のイベントはとにかく基本毎回神イベです。もうナイスグレートなアイテムがたくさん手に入りますので、とにかく2家は日課とイベントは淡々とこなすべし。これはもうですね、トラえもんのような無課金ゆるふわゆったりプレイ勢にとっては、もうとにかくこれは確実に押さえておくべきポイントということになりますね。でその他コンソールもですね、大量に手に入ります。もうリサイクルエネルギーも含めて大量に入るというところで、まあいつも通りですね、このまあ神で、もうとにかくこのイベントで手に入るショップの報酬はもううまうま激うまということになります。
でですね、この報酬、チェーンソーマンコラボやった方もわかるかと思いますが、とにかく普通にですね、とにかく普通に、クエスト、ノーマル、ハードそれぞれクリアすれば、基本ですね、この一番下のコアダストとクレジット以外はもう全部手に入ります。はい、あの先ほどのミッションもありますので、あの全部ですね、あの確実に手に入るかと思います。ですのでこの点に関しては、まああまりなんて言うんでしょう、悩む必要はありません。とにかくクエストをクリアをして、このコアダスト、クレジット以外のアイテムを全て購入すれば問題なしということになります。でですね、これまず一つ目の、まあこれポイントではないんですけれども、一応お伝えした方がいいかなというところは、このコンソール系のアイテムですね。このコンソール系のアイテム、このイベントでとにかく大量に手に入りますとお伝えしましたが、1点普段プレイしている中で注意点があります。それがですね、ちょっと場所を移りまして、ショップに行きましょうか。はい。ショップのですね、ここ、はい、ボディラベルショップで、このコンソール系手に入りますよね。はい。これちょっと余談ですが、ここでボディラベルショップでコンソール系はもうね、絶対買わないでください。はい。このハイクオリティモードだけ買うようにしてください。これがまず、ニケを、特に無課金の方ですね、トラモンも含めてですが、進めていく上でとってもポイントになります。とにかく、コンソール系はね、もうむちゃくちゃ割高なんですよ。たった1個で400ボディラベル使うんですよ。で、1200ボディラベルでハイクオリティモード5個です。これね、もうほんと天と地の差が出ます。このボディラベルは、とにかく意外とガンガン溜まりやすいんですよ。なので、ハイクオリティモード50個は、案外楽勝で、溜まります。で、SSR2 機を獲得ストックしていくということになりますが、これから160問題、いわゆる3凸の2機を5体、揃えなければいけない状況が控えていますが、そういう方々にとっても、まあ、その他の方にとってもですね、とにかく、そこを最短でいくためには、このハイクオリティモードにボディラベルは全て全ぶっぱするというのが鉄則です。はい。これが160問題を最速で突破する上での、まず一つ大事なポイントとなってきます。ちょっと今日は160問題には触れませんが、ちょっと余談までということで、はい。コンソール絡みでお伝えさせていただきました。で、はい。ちょっと改めてまた戻りますね。はい。バウアウパラダイス、まあ、ワンワンパラダイスのショップに戻りまして、でですね、まあこのアイテムをじゃあ全部手に入れた後、コアダストとクレジットだけ残りますというところで、ここが本日のポイントになるんですが、じゃあこれどっちを取りに行けばいいのというところが論点になりますよね。ここがですね、人によって変わってくるというのが知っておくべきポイントです。はい、まず始めたての方、もしくは、タクティカルアカデミーをまだ全部コンプリートできていない方はクレジット一択です。はい、ちょっとこれ見ていきましょうか。はい、前哨基地の前衛基地のタクティカルアカデミーですね。トライも、まあ、初日からプレイしてますので、まあ当然もう全部クリアしている状況なんですが、とにかくこのタクティカルアカデミーはご覧の通り、例えばシンクロデバイスの、追加スロットを5個解禁するですとか、コアダストの獲得量が 20% アップ。これはあれですね、前衛基地の基地報酬で得られる量ですね。ですとか、あとはですね、まあ、これが、最後は高い等級の派遣の、登場確率の増加と、いわゆるレアなアイテムが出やすくなるですとか、初期段階のところでいくと、まあ、ロックされた建築スロット3個回帰。まあ、これはいいですね。最初のうちは建築をとにかくしていくのが大事になってきますので、まあ、ここら辺はいいとして、もうちょっと進んでいくとですね、ここもまだありますかね。はい。まあ、でもこの上にもね、いろいろあるんですが、例えば、はい、このように、バトルデータセット獲得量 15% アップですとか、あとクレジットもあったかな、確か。とにかく、このタクティカルアカデミーを、クリアすること、コンプリートすることが、その後の戦力爆上げ効率を上げる上で、最も重要になってくるんですよ。というのも、ニケは放置ゲーですから、この放置している間に、いかにその報酬を多くゲットできるかというのは非常に大事になってきます。という中で、このタクティカルアカデミーで、その放置で得られる報酬の量をアップするというのは、
これはもう永久に続く効果となりますので、まずこのタクティカルアカデミーをまだ、全部コンプリートしていない方、多分チェーンソーマンコラボで進め始めた方もそうかもしれませんが、そういった方々はもうクレジット一択です。とにかく早くこのタクティカルアカデミーをコンプリートするというのが非常に重要になってくるというわけですね。はい、これがまず、タクティカルアカデミーをまだコンプリートしていない方向けの話です。で、一方でじゃあコアダストを選ぶのかという特典については、はい、もちろん選びましょうということになってくるんですけれども、これはですね、レベル200を超えるタイミングで超えた後、コアダストがもうね大量に必要になってくるんですよ。レベル1上げるのに1万とかですね必要になってくるので、とにかくコアダストその後枯渇しまくる問題、バトルデータ余りまくる問題というのが出てきます。はい、これもね間違いないです。はい、まあ、バトルデータもですね、レベル200になるまではもちろん必要なんですよ。はい、トライモン見てください。今、もう199で、レベル200目前なんです。で、まあ、ただバトルデータも、コアダストも同じぐらいの量、まあ、サイクルでですかね、まあ、枯渇しながら、レベルアップしてるという形になってきますが、とにかく、その後のレベル200以降のことを考えると、コアダストを貯められるうちに貯めておくというのが、ちょっと長い目で見た時にもうこれ最短になります。戦力爆上げの最短効率になりますので、コアダストを獲得する意義というのはここにあるんです。で、あとは最後の論点、はい、この犬笛ありますよね。これを買うことによって、20回これの場合だと、20回ですね、さらにクエストをクリアすることができますということになります。で、今回は、900ジュエルを使って35回分のこの犬笛を購入することができるわけなんですが、まあこれを買うかどうかが次の論点ですよね。で、これはですね、基本的にはですよ、ジュエル900で35回分ですので、まあその手に入るコアダストの量を考えると普通はね買った方がいいです。はい、これはね買っておいて35回ちゃんとクリアをしてコアダストを大量に買っておくというところはもうねやっておいた方がいいです。これはもう合理的に言うとという話ですよ。はい、900ジュエルを使う割には大量のコアダストが、まあバトルデータでもいいんですけども手に入りますので、まあセオリー合理的に言えばこの犬笛はもう35回分買ってやるべきです。はい、これはもう正解です。あとはもう気分次第ですね。はい、というのもトラえもんはねもう無課金でマイペースでもうゆっくり放置しながら RPG をこれ初日からプレイしていますので、なんていうんですかね、あのね35回分やるほどの気力はないという感じなんですよね。はい、これ正直なところです。はい、まあニケはとにかく焦らないこと、これが何より大事だって、 RPG だもんというところで、なのでトライモンはもう無課金でもうちょっとずつハードルをクリアしていって少しずつ進んでいくということを楽しんでいるわけなんですが、その中でもその1日でのプレイもですね、気分が乗ればたくさんやるし、気分が乗らなければもう日課をサク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 っとクリアしてデイリー報酬だけ得て終わりというようなプレイスタイルなわけです。はい、ですので最後に元も子もないことを言いますが、まあまずですねクレジット、はい、これはタクティカルアカデミークリアしてない方はまずやりましょうと。で、あとはセオリーとしてはコアダストはまあ入手しましょうと。で、最後のあの笛ですね、あれはセオリー合理的に考えれば正解は、900ジュエルを使って35回クリアしてアイテムを大量にゲットするというのが戦力を爆上げする効率を上げる上で最短の道ということになります。で、あとはもうね元も子ともないですが気分です。はい、もうトライモンはね35回もあもうクエストをねやる時間といいますか、まあ、あるかもしれませんが、まあその気力といいますか、まあ、根気といいますかっていうのはね、トラえもんはねちょっと持ち合わせておりませんので、トラえもんのペースではまあそこはジュエル900、まあガチャ3回分になりますかね、分は、貯めておいて、次の、新規募集の時に全部突破すると
ということにしておこうかなと、それでよしとしようかなというところでございます。はい、ということで本日は以上です。まあいつに変わらず、まあ、多少のアイテムの交換レートといいますか獲得量の差はありますが、いつにも変わらず神イベですね。はい、ニケのイベントはとにかく神イベというところは押さえておいていただきたいと。とにかくゆるふわ税、ゆるゆる税、無課金でまったり税でも、日課とですね、あとはこの、イベント、これだけは淡々と、まあ、やることはお勧めしますということになります。はい、まあスタイルは人それぞれですから、もう課金をガンガンしてどんどん進めて、とにかくトップに君臨する方も、それはもちろんその方の楽しみ方として全然もうありだと思いますし、まあそうではない方もね、僕トラえもんの形もありかと思います。まあただ焦らないでいきましょうねというところかなというのはいつもお伝えしているところではありますが、まあそんな形でこれからもニケを楽しんでいきましょう。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。